カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズ with Google Play へようこそ。どうもヒカキンと。 Hey! My name is Masuo! Hey! My name is Dante! はい、ということで今日もマインクラフトポケットエディションのサバイバルワールドを進めていくんですが、前回、シャープ2まで行きましたよね。で、あそこで本当に基礎はちょっと学んだり、敵が出てくるんだっていうのは、学んだんですね。で、その後、実はもう一回練習してあのワールドで少し進めてみんな戦えるようになったり、羊からベッドを作る方法とかもマスオさんに教わってたくさんやったんですが、なんとですね、私ヒカキンがですね、撮影データをぶち消してしまったんですね。プチッ、あー、そうなんです。お控えでね、はい、全力で謝罪したんですけどということで前回のワールドは洞窟とか掘って中にベッドとか置いたんですが取れてなかったので、今回もう一回新たなワールドで、サバイバルのワールド、作る画面になってます。一から作ります。もうベッドの作り方とかね、覚えたんで。最初からね。そう。前回ボツで。皆さんにちゃんとお見せしたいと。いうことで、とりあえず最初みんなで新しいワールドで羊を3体ずつ狩るところからスタートしたいと思います。よし。目標は最初の夜が来るまでに羊を取る。よし。行きますか。行くぞ。行くぜ。スピード勝負だ。Generate World。クールダンテなんて。今日クールダンテ。髪型もクールだから。クールだね。うん。お、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 大きい木があるぞ。すごい大きい。どっち？はい、入れ。行くぜ！おー、投げ、なんだあれ。で、なんかナメクセの木みたい。よし。とりあえずじゃあこれで、みんなどこにいるんだろうな。あ、いるいるいる。よし。じゃあみんなでガー行こうか。羊。俺羊発見した。おー。マジで？こっちいっぱいいるよ。オッケーオッケーオッケー。こっちこっちこっち。すげえいっぱいいる。あ、灰色の羊とかもいるし。当たりだね。当たりだね、これ。当たりだ。やっぱりワールドによって差があるみたいですね。うん、前はそんね、結構羊苦労したんですけど、ね。でもこれ全部買っちゃったらいなくなっちゃうかな。じゃあ、ちょっと他のところ。ちょっと他のところも確認しつつ。じゃあ僕この、あれ？こっちにもいた。めっちゃいる。おー！じゃあ狩るよ。うん。すげえ、グレーだ、グレー。残した方がいいの、やっぱし。どうなんだろう。とりあえずさ、とりあえず。取るよ、取るよ。よし。いや、嬉しいね、羊いるってね。ね、前ね、その消しちゃったデータの時は全然いなくてね、1時間ぐらいさまよったけど全然羊ゲットできなくて、やっとゲット最後までしたみたいな。あ、絶対これ9体いるよ、多分ちっちゃいのもいるから。よしよし、取ります。みんなで取れー。ごめんよ、親子連れでちょっとかわいそうだ。もうね、本当は剣ちゃんと生成して作った方がいいんだけど。そっかそっか。あー、逃げる逃げる。すげえ一生懸命逃げてるから。あれ、あ、あ、やべ、取ってる取ってる。よし。いやー、よかったよかった。一体こんなに羊がいるなんて。ごめんよ、子供羊。ビビビビビ。今何匹取った？もう次で3体だよ、俺。俺1つ。これってさ、灰色のグレーの羊でも大丈夫だよ。大丈夫。あれ、あ、子羊だと取れないのか。あ、子羊、どうなの。ダンテ取れてる。お、いたいた。ダンテ何匹？まだゼロ。まだゼロっちゃ。お、でもこれ倒しちゃっていいのかな、本当に。やっちゃおう、やっちゃおう。でも多分大丈夫そうな気がするけど、これだけいれば。いや本当にね、前回全然いなかったんですよ、ね、でもあれだよね、いたら取って後で渡せばいいんだもんね。そうそうそう。でなんか木ただ全部倒しちゃうともう絶滅しちゃうのかな。それがちょっと分かんないんで、皆さんぜひコメントで、うん、教えていただけると。本当にいなかったんですよ。絶滅することなんてないと思うんですけど。前本当3人で何周もしたんですよ、ワールド、うん、おー、いるいる。残り3匹くらいいた。怒りって滑んだ、ちょっと。本当滑る。うん。え、マスオさん今何体？今2。お、ってことは、ダンテまだゼロだよね。1個。1個。ってことは、あと3くらいかな。あれ、ヒカキンどこだーい。サトウキビある、サトウキビ。お、いいねー。それもでかい。サトウキビは、水辺じゃなきゃ育てられないんだけど。へぇー。取っちゃおうかな。あれ、どこだ、ヒカキン。なんか、よくわかんない、ここまで来てるけど。おー、今2個。おー。あと1個だ。あと、俺もあと1個。あ、ってことは、あと2体ってことか。お、いた、いた。え、いた？いた。ってことは、ラストでしょ、それ。うん。お前、あんな苦労したのに。ね。やっぱり当たり外れは。あっという間だ。それもワールドに木が大きくてなんか嬉しい。イェーイ、嬉しいぜ。当たりだ、当たりだ。誰かいた、誰かいた。あ、ヒカキンだ。あ、ほんと？イェーイ。今探してるけど。どこにいるんだ、マスオ氏。後ろだよー。あれ？え？あれ？あ、いた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 。で、ね、みんな羊の毛取ったら木ゲットして、もうどんどん家作ったり、もうしちゃおうぜ。オッケーオッケー。いや、なんか羊倒したら、なんか、これ何これ？あ、これが、それね、それ色の違い。植えちゃう、植え、あ、それ色の違う。
え、でも一緒なの？一緒一緒一緒。おお、じゃあもうゲットしたんだ。ゲットしたね。おお、うわ、氷めっちゃ広いぞ。いや、なんか楽しいね、このワールド。このワールドすごい。なん、前回全然氷とかなかったよ。いい、ね、うん、狭かったしね。まあそもそもそんな動いてなかった。おー、イエーイ、3個ゲット。あー、でも羊がいない。あと1個、あと1個、悲劇の1匹なんだよ。え、でも俺あれよ、もう。え、4つ？うん、だから色違いと。あ、え、色違いプラス3個持ってる、うん、イエーイ。おー、早い早い。じゃあ、今からみんなで場所決めようよ、場所。これ大事だから、ね、うん、てっぺんにしないじゃん。こう、いろんなさ、山にも行けるし、海にも行けるし、みたいなね。いいね、眺めがいいところがいいな、ね、あと木も生え近くにあるところとか、うん、この辺でも前回と違ってみんなちゃんとちょっとずつちょっとだけでも知識あるから ね, ね, そうね。あと俺ちょっと真面目になってる。そうそうそう、ダンテなんか仲間を攻撃しないっていうのを約束したんで、うん、そうだそう。でも俺はね、ダンテに騒いでてほしいんですけどね。まあ、じゃあ騒いでいい騒ぐときは敵と戦うときの雲とか、ね、やばい、条件ついた。騒ぐときはもう存分に騒いでくれてやばい。ヒカキンどこ行く、どこ行く、ヒカキン今ちょっと今探してる、どこがいいのかなと思って。おー、ただ山ないね、あんまり。うん、山今回ここいいんじゃないの。もあ、でもこっちに行けばまだあるし、いろんな、あ、うん、あっちに山あったよ。マジで。お、じゃあダンテてっぺんにしようぜっていうことで。うん、せっかくならね、ね、男なら、男ならやっぱりね、そう、やっぱ、まあ、てっぺん目指そうぜ。六本木ですよ、六本木。六本木ヒルズ作っちゃおうぜじゃあ六本木、ヒカヒルズ。そうだな、いいね。世界だけでもな、六本木住んでみてよ。あ、ここ多分ワールドの端っこだから。本当だ。ってことはこっちが、だからここら辺に、あー、どう？あっちは砂漠のほら、山の方。あ、砂漠の方。あ、こっち行ってみよう。あ、あのてっぺんは？ん？あのてっぺん。砂漠の。ちょっと行ってみようか。でもこれももう壁だよね。うん、壁だね。狭いね、結構。やっぱワールド今回は山がない。うん、限界あるからね、広さ。うん、ただまあ羊がいたからちょっと嬉しいからね。ほんといなかったんですよ ね, ね。でも木があったりしてる方がいいよね。うんうんうん、砂もあるし。そうだ、前回ね超狭かった。消えちゃったデータの時とかもこんなに羊はすぐ手に入んなかった、うん、半分以上海なんです。あれ、こっちももう壁、ね、壁、え、狭い。いや、前回は海が広かったから広く感じただけで。ああ、実際じゃあ地形はこんなもんなんだ。そうそうそう、そっかそっか。いいじゃん。じゃあ前回めっちゃ広かったね。海が広かったんね。よし、じゃあそっちにするか、さっきの。あ、やばい、夕方になってきた。え、さっきの方にしない？さっきの方がいい。うん、いや、こっち山っていうか壁だもん。こっちこっち、ヒカキン、ここだよ、マスオ。見えてる見えてる。あ、でも砂、これ砂だよね。うん、砂、砂ジャリジャリいってるもん、ね、この砂からガラス作れるからね。へぇ、え、どうやって。え、これを燃やすんだけど、じゃあまず、とりあえずみんな木買って、はい、拠点作ろう。真面目になって。道具取ろう。オッケーオッケー、じゃあ木借ります。よーち、みんな。おほ、俺は木をもう持っているのだ。はい。ほほ、真面目ダンテ。え、真面目ダンテじゃん。そんなのダンテじゃない。そうだね。でも俺は好きだよ、どっちかって。あ、そっち、そっちは、うん、で、敵と戦う時に発狂して命をも捨ててね、敵に向かっていくのがいいです、ね、守って、守って自分は優雅にね、ベッドで。ちゃんとこれ木根元まで取って、木植えてね、ちゃんと。マスオ先輩はここに置きますから。降ってこない。あ、先ほどとりあえずどっか置いちゃおう。置いた置いた。あ、これか、降ってきたってこれか。そうそう、それを植えるの。ほんとだ。お、これ植えると下から生えてくる。そう。お、ほんとだ。そう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 、すげえ。一晩、一晩、いや、結構かかる。二晩ぐらいか。うん、まあ、すぐ生やす方法とかもいろいろあるんだけど、うん、まあまあ、それはとりあえず。だいたいいつもこれ木何個くらい取るの？木何個くらい取るの？最初。最初？まあまあ取る。まあまあ取った方が、いや、木はあるだけあった方がいいからね。じゃあいっぱい取っちゃうか。でも、ワールド狭いから、ちゃんと植えていかないと、ね、枯渇しちゃう。そうだね。でもまだ行ってないとこあるよね、絶対これ。あると思う。さすがに今のじゃあ。ね、羊全部いなくなってないよね。うん。これまあでも3人でベッドね、作って。前回何だったんだろうね、本当に ね。まあその前回って言ってもまあ取れてなかった。取れてない前回なんですけど。そう、めっちゃ広かったけど羊いなかったんですよ。絶滅しちゃったんじゃない。それもこんな大きい木もなかったんで、うん、で、みんなどこにいるんだ。あ、いたいた。じゃあここに拠点みんなで作ろっか。ここにするのね。作業台ここに置いちゃったよ。ん、作業台がここ、ここにするじゃん。じゃあそこにしよう。一段高いらへん。おう、オッケー。じゃあこの辺ちょっと平地にしていこうか。うん、平地にしよう。はい。なんかみんな手際いいね。よっしゃ。いや、やっぱね、まあ僕もちょっとは覚えたのと、ダンテがやっぱ真面目にやってるっていうね。いや、なんか地下帝国みたいな作んないところがね、非常にいいですね。作んないの？クリエイティブの時はすごかったけどね。
いや、もう夜になりそうだな。やべえ。あれ、これ簡易洞窟みたいなの作る、とりあえずまた。あー、どうしよう。これちょっと暗いよ、もう。じゃあ簡易洞窟、俺作ろうか。うん。作っていっちゃおう。中に作業台置いて。俺は平均しておきますね。うん、俺も一緒にやってる。やべえ、簡易洞窟どっからの入り口にしようかな。やべえ、月が。景色いいな。でもなんか狭くてもこのワールドはなんか好きだ。じゃあ、海洞窟こっから俺下に掘っていくわ。今回は地下をもうすぐ作っちゃう的な、家の中に作る的な感じで。なるほど。あれ作業台ここにあるんだっけ。作業台。作業台あるんじゃない。あるあった あったあった。いや、剣ないとやばいかなと思って。ああ、確かにゾンビとか。そうだね。いきなり出てきまくるかもしれないから。よし。マスオは今下を掘っております。ヒカキンは木の剣をいただきます。よし、だいたいもうこういう作業も覚えたしね。覚えたね、やっと覚えたけどね。おっさんだ、覚えんの。僕人の何事にも、僕人の人一倍時間かかるの。いやいやいや、本当に。確かに。おい、認められた。おい、でも本当なんですよ。そう、時間は本当倍ぐらいかかっちゃう、ゲームを覚えるの。不器用なんですわ。不器用ですから。あ、やべえ、俺鉄もゲットしちゃった。え、どうやって、あ、掘ってたら出てきた。掘ってたら鉄出てきた。普通鉄ってどうやって作るの、石粉なんかみたいな。鉄はもう石炭、石炭じゃなくて、とりあえずその鉄の鉱石をゲットするんだね。で、その鉄からその鉄を燃やすの。敵今んとこ来ないな。最初の夜って出ないのかな、もしかして。ね、大体2日目の夜ぐらいからブワーってくんだよな。ブワーって。スケルトンだけは強いからな、弓矢打ってくる。そう、スケルトンって骸骨で弓矢を打ってくるやつですけど、はい、弓って作れないの。弓作れるよ。おお、どうやって。紐と木の枝と。え、スケルトンじゃねえ、あれ。もう出てきてんじゃん。え、よいしょ。いや、なんかね、いっぱいいる。結構いるよ。え、なんかゾンビ、今回なんかやばいやばいやばい。あれスケルトンだよね。 あれゾンビも出てんじゃん。ゾンビもいる。やべえ、なんで、おい、あ、だからどこ、これ穴、この中、穴、その中でもね、まだ石炭作ってないんだ。あ、ただね、そう、あれだよ、多分今入っちゃうと出た瞬間にいっぱい周りに来てやられちゃうかも。あれがスケルトンか。うわー、2人もいいんだ。でもだって今まださ、道具とかそんなに集めてないから。剣、やべえ、俺剣掘りすぎてやばい。やばい、耐久力がない。作るわ、もう一回。やばい、みんなみんな急げ急げ。やばい、来た来た来た。やばいやばいやばい。マジで、ちょっとどこ。うわあ、ヒカキンさんを盾に。やめて、ヒカキンを盾にしていいよ。いいよ。耐久力ないんだよ。え、そん中入れば来ないかな。そん中入れば来るかもしれないけど。うわ、やってきたやってきた。壁作ろう壁作ろう壁作ろう壁作るぞ。壁作る。うおお、もうちょっとで、もうちょっとでできるから、もうちょっとで。逃げろ逃げろ。雲いるこれ。なんかリンゴあるぞ。俺も上がって、とりあえず石炭作んなきゃ。あ、じゃあ俺が後ろから。うわあ、びっくりした。ダンテどこ？ダンテどこ？いるよ、そこにいるよ。え、マスオさん横にいるよ。嘘。あ、倒すぜ。おら。俺も倒す。おら。あ、食らってる食らってる。よし。やばい。あー、だだだだ。あー、今死んじゃ死んじゃ死んじゃ。俺、え、どこ？倒した。やべ。俺もうハートないよ。ハートないよ、俺も。あ、リンゴあげようか。あ、リンゴ。てかこれどうやって開けんだろうこれ。え、落としてじゃない。あ、でもとりあえず俺すぐこの穴をみんなのために。ほら、落とせない、ポンって。まあ、いや、今それどころじゃねえや。剣の耐久力もうないんだよな。やばい、死ぬ前に、死ぬ前に。俺もう死んじゃうよ。やばい、待って、他に来たらもう終わりじゃん。あそこにもいいんだよな。怖え。今すぐ明かりを作るから、みんな待っててくれ。マスオさん頑張れ。じゃあみんな今何やってる。僕ちょっと剣を。じゃあ聖地、木がね。やばい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 、汗ちょっと何もできない。ああよし、あれ明かり一つできました。やべ、剣2個作っちゃった、焦って。どっかにいるんですか。いや、いるよ、あっちの方に。よし、どう、明かり今置いたよ。見える見える、だいぶ明るい。いいねいいね。で、地下の入り口もこう。クレーパーがいる、あっちには。あ、やばい、俺は地下を、地下帝国を作ってるじゃん。いいねいいね、もうなんかサバイバル、サバイバル作ってるね。サバイバルだよ、もう。よし、俺がクレーパー作る。あ、クリーパーは作ってくれ、作ってくれ。倒すぜ。クリーパーあっちの砂の方でしょ。あ、行った、ダンテが行った。カメラマン、ヒカキン、名カメラマンとして頑張ります。頑張ってくれ。いけ、離れろ。そう、引っ叩いて離れる。そう、弱いじゃないですか。結構ね、戦い方覚えちゃえば無傷で生還してくれ。あ、ゾンビもいるぞ、いっぱい海の方に。よし、逃げろ。
あれまだ爆発した。いいねいいね、なんか慣れてきてるね。もうなんか後ろから来そうで怖いな。逃げろ逃げろ逃げろ。あれ全然いけるじゃん。いや、でもね、みんな気をつけてね。ゾンビがね、周りめちゃめちゃ多いよ。ね。お、なんかクリーパーのなんか手に入った。あ、マジ？それ爆薬じゃない？マジ？そんなのあんの？そう、爆薬。すげえ。気をつけて。これが爆薬か。そう、爆薬と、確か砂2つで TNT 作る。うわ作る。あの、今まで使ってたやつ。そう、確か。確かそうだったと思う、作り方。サバイバルだとでも嬉しいね。今までさ、好き勝手ね、クリエイティブで出せてたのが。そうなんだよ。そのありがたみがね。ありがたみがね、ほんと。スケルトンがあそこにいんだよ。ほら。どれ、俺が倒すぜ。マジで？あ、今回、ダンテすげえよ。まず、盾を作れるの、こうやって。盾？あ、そういうことね。貿易。ああ、角度変えてきてるよ。うわ、狙ったかも。俺死んじゃうかもしれないな。後ろから行って行こうかな、俺も。よし。いやいや、ああ、びっくりした、びっくりした、ほんとびっくりしたよ。もうやってきてないよね。大丈夫、一回兄さん倒してください。オッケーオッケーオッケー。よし、オッケーオッケー、俺も行く。あ、倒した、ナイス。え、でもさ、今考えたらみんなもうベッド作れるんだよね。そうだね。そうだよ。そうだよね。こんな夜を頑張って、夜頑張んなくていいんだよ。そのために俺ら今羊じゃあベッドとしてたんだ。作ろうか。ヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちらに見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。その他、今日のゲスト、マスオに PDS、 二人ともゲーム実況チャンネル持ってます。マスオゲームズに PDS ゲームズ、この動画の概要欄にどちらもチャンネルのリンク貼っておきますので、合わせてチャンネル登録お願いします。その他、私ヒカキンの SNS、Twitter、LINE、その他オフィシャルブログの URL もこの動画の概要欄に載せておきますので、友達登録、フォローなどぜひお願いします。バイバイ。